地域権設定登記は日本における不動産登記の対応の一つで当事者の設定行為による地域権の発生の登記をすることである。異常地通行権と異なり地域権は原則として登記をしないと第三者に対抗できない。地域権は要液物件であるが登記手続きは同じく要液物件である地条件と大きく異なる部分がある。説明の便宜上 次の通り略語を用いる。地上権や賃借権と異なり、不動産の一部を目的とする地域権設定登記をすることができる。また、地上権と異なり、すでに地域権設定登記がされている。不動産につき、重ねて地域権設定登記をすることができる2月12日民、項390号回答、1968年12月27日民、 六3671号回答。なお、地域権設定登記を申請する場合、省駅地のみならず、要駅地についても所有権の登記がされていなければ、ならない3月31日民、七712号通達第15から1。土地の所有権者のみならず、地上権者9月15日民、三2324号回答や登記がされている。 賃借権者7月31日民、高2700号回答も地域権者となることができる。一方、賃借権が仮登記である場合には、当該仮登記権利者は地域権者となることはできない。絶対的登記事項として以下のものがある。また、相対的登記事項として以下のものがある。上記以外の定めは登記できない。具体例は以下の通りである。 以下の項目が絶対的登記事項である。なお、これらの要益地における登記は職権でされる。登記の実行も参照。本項では、記述の登記事項の内大申請に関する事項以外の事項について、登記申請情報の記載方法を説明する。申請の受付の年月日及び受付番号については不動産登記受付調査を参照。 当期の目的は、当期の目的地域券設定のように記載する。所有権以外の権利に設定する場合、当期の目的一番地上権地域権設定のように記載する。当期原因及びその日付は、設定契約の成立日を日付として、原因平成何年何月何日設定のように記載する。地域権の目的たる土地が農地または、 再送放牧地である場合において B、農地法第3条の許可を要する場合、設定契約成立日と農地法3条の許可書の到達日のうち遅い日を原因の日付とする。要液地の表示は、要液地の所在する市、区、郡、町、村及び地並びに、地盤、地目及び地積を記載する。地域権設定の目的の具体例は以下の通りである。範囲は、 範囲東側何平方メートルや範囲全部のように記載する。範囲別紙図面の通りとすることはできない。民法281条1項正し書きの別段の定めは特約地域権は要液地と共に移転せず要液地の上の他の権利の目的とならないのように記載する。民法285条1項正し書きの別段の定めは 特約用水は、養液地のためにまず使用するのように記載する。民法286条の定めは、特約溶液地の所有者は、地域権行使のための工作物の設置または、その修繕の義務を負うのように記載する。権利消滅の定めは、特約地域権者が死亡したときは、地域権が消滅するのように記載する。共有物分割禁止の定めを、 地域権設定登記において登記できるかどうかは争いがある。登記申請人は地域権者を登記権利者、地域権設定者を登記義務者として記載する。法人が申請人となる場合以下の事項も記載しなければならない。添付情報は登記原因証明情報、登記義務者の登記識別情報または登記済証及び 所有権を目的とする地域権設定登記の場合で、書面申請の時には、登記義務者の印鑑証明書である。法人が申請人となる場合はさらに代表者資格、証明情報も原則として添付しなければならない。一方、書面申請の場合でも所有権以外の権利を目的とする地域権設定の時は、印鑑証明書の添付は原則として不要であるが、 登記義務者が登記識別情報を提供できない場合には添付しなければならない。地域権設定の範囲が、省益地の一部であるときには、地域権図面の添付を要するが、範囲が、省益地の全部であるときには添付は不要である。地域権の目的たる土地が農地または、再送放牧地である場合で、土地を使用する、地域権を設定するときは B。 農地法第3条の許可書を添付しなければならない場合がある。農地の地下に工作物を設置することを目的とする場合6月17日民、高1214号回答や、農地全部を通行することを目的とする場合が、具体例である。一方、電線路の付設の場合は添付は不要である8月4日民、高1772号通達。溶液地が、 小駅地と異なる登記書の管轄区域内にある場合、当該用駅地の登記事項証明書を添付しなければならない。登録免許税は、小駅地の不動産1個につき1500円を納付する。所有権を目的とする地役権設定登記は、主登記で実行される。所有権以外の権利を目的とする地役権設定登記は不規登記で実行される。なお、 権利の消滅に関する登記は、設定の登記とは、独立した登記として、不機登記で実行される。申請情報と合わせて、地域権図面の提供があり、当該申請に基づく登記をした場合、登記官は、地域権図面に番号を付し、当該図面に、当該申請の受付年月日及び受付番号を記録しなければならない。省益地に、地域権の登記をした場合、 当記官は、要液地について、職権で、規則159条一項各号に定める事項を、登記しなければならない。登記事項については、要液地を参照。ただし、要液地が他の登記所の管轄区域内にある場合、当該他の登記所に地帯なく、省液地の表示、要液地の表示、地液権設定の目的及び範囲、 地域圏の設定登記申請の受付年月日を通知しなければならない。通知を受けた登記書の登記官は地帯なく、要液地の登記記録のおつくに通知を受けた事項を記録しなければならない。この通知書の様式は以下の通りである。ありがとうございます。